ババダイモンのケヤキ並木。ババダイモンのケヤキ並木は、東京都府中市に所在する、日本国指定天然記念物の並木であり、大国魂神社の参道でもある。約150本のケヤキが、全長約500メートルのババダイモンに沿って、並木を構成する。並木の起源は古く、平安時代の植樹から始まった、ともされ、 武蔵名称図絵に記された、漢文7年4月本所社塔の生札にも現れる。1924年、大正13年史跡名称天然記念物、保存法により、東京府より天然記念物として指定され、2010年現在も、欅並木として、唯一の国指定天然記念物である。この欅並木の中には、周囲6メートルを超える古木も存在する。 この並木がある道は、府中指道であり、ケヤキ並木通りの名称がついている。馬場大門は、東京都道百三十三号小川山府中線の、ケヤキ並木北公典、東京都立農業高等学校前から、大国魂神社前公典の間、全長約六百メートルの故障である。馬場大門は、本堂の、馬場中道大門と即道の、東馬場、西馬場から構成され、 近藤の馬場中道両側には並木が存在する。この並木が馬場大門の契約並木である。馬場の名前が示す通り、安政年間頃まで東馬場、西馬場で馬市が建っていた。東馬場、西馬場は馬を品評するための場所、パドックのような存在で、馬場中道と東馬場、西馬場それぞれの境に馬止めの土手が存在した。また、 ババダイモンの北端には六諸宮、現代の大国魂神社の一の鳥居が、南端には二の鳥居、現代の大鳥居が存在し、ババ中道は六諸宮の三道として機能した。ババダイモンの欅並木はその名の通り、並木の樹木のほとんどが欅であるが、二十か三十種が確認された。2004年の調査によると152本の欅、三十八本の犬種で、 8本のトウカエデなど、計215本の樹木が生育しているとされる。樹木の本数は1949年の調査での499本が、ピークで2004年までに半減している。地下水の大量を組み上げ、大気汚染、ケヤキの根は、地中で広がっていることから自動車による、等圧害など、ケヤキ並木の環境悪化により、特にイロハモミジや杉が激減したところが大きい。 2004年現在に生育する、ケヤキの植栽年代を見ると、1956年以前に植栽されたケヤキが45本。1956年から1976年に、植栽されたケヤキが66本。1976年から1985年に、植栽されたケヤキが19本。1985年から1993年に、植栽されたケヤキは存在せず。 1993年から2004年に植栽された毛焼きが21本となっている。2004年の調査によると1956以前に植栽された毛焼きのうち26本は強硬周囲は 00cm を超えており、その26本の中には強硬周囲 600cm を超える古木が2本確認されている。 不中市のシンボルであり、このケヤ並木の保護に対する不中市民の意識は高く、周辺景観との調和を求める声が大きい、アンケート調査、市政世論調査、市民ワークショップ。1994年、平成6年には、読売新聞社選定の、新、日本街路樹百100系の一つに選定されている。日本の街道、山道、馬場、堤防、沿岸などには、 古来から並木が設けられた。しかし古来の並木の形態を今に伝える例は非常に少ない。2007年現在、例えば日光杉並木などのように日本政府が史跡名城記念物として保護する並木は計7件に過ぎない。馬場大門の欅並木のように馬場に植栽を行って並木を設ける行為は江戸時代頃に日本各地で行われた。 しかし、堤防の桜並木は、例外として、江戸時代中期の並木は、松や杉などの新葉樹で構成するのが常識であった。明治時代以降、並木は、紅葉樹が一般的になり、各地に、欅並木が設けられたが、馬場大門の欅並木は、江戸時代にあって、紅葉樹の欅を中心に植栽された珍しい例で、ある。また、古木が多く残っている点も評価されている。 以上の価値が認められ、日本政府は1924年に、馬バ場バ大門のケヤキ並木を天然記念物に指定した。DDD。馬バ場大門のケヤキ並木の起源は、諸説ある。時代の古い順に、以下の4説が挙げられるが、いずれも決め手になる証拠が見つかっておらず、起源は、はっきりしない。1982年に、欅の事例に関する。 科学的な鑑定が行われたが、起源を断定するだけの確証は得られなかった。並木の起源としてよく話に上る説は、源の寄地か、吉家夫氏が内木を寄進した伝承である。前九年の役のため、源、頼地か、吉家夫氏が東方遠征に向かう途中、六諸宮に立ち寄り戦勝祈願を行った。東方を閉廷した彼らは、外戦時に再び六諸宮に立ち寄り、 六諸宮の加護に対する例として、内義を千本寄進したという。この伝承は六諸宮の社伝や演技を通じて広まったとみられ、江戸時代後期に出版された数多くの知史に紹介されている。この伝承が記載された資料のうち観光年代が、はっきりした資料は1760年、521年に出された田沢義明著の武蔵野知名校に記される以下の一節である。 参考文献より引用する。道の区道の方へ、左右に月の古木あり、大なるは巡り二条余り、この場は昔、吉江屋村を欧州征伐の時に開かれしよし、六諸宮が初めて登場する現存の資料は、鎌倉幕府の聖師、東明である。六諸宮自身も何らかの記録を持っていたと考えられるが、六諸宮は何度かの火災で、 古い記録が消失し、現代までに伝わるのは、江戸時代以降の社殿、縁起が大半である。現代までに伝わる縁起のうち六処遇の、勘主であった、猿渡森明が1828年、文政11年に記した、新戦争社殿記交渉の中で、森明は、並木の起源が、源の寄地か、吉家府市にあるという伝説に対し、久しく伝わっているが、証拠を、 他の書で見たことはないとの見解を示している。六諸宮の資料に、源頼近、か、吉家夫氏が、並木の起源である根拠を求めるのは、難しいようである。源頼近、か、吉家夫氏が、戦勝祈願に対する例を施した伝承は、関東地方、東北地方に二十件以上残っている。しかし、植物を寄進した伝承は少なく、 千本も植物を寄進した伝承は破格である。これら伝承の特徴から、もともと存在した並木に、源頼地か吉家不死の伝承が重なったのではないかという見方がある。源の義家にまつわる伝承の多くは、江戸時代の後半に成立したと言われる。しかし、六諸宮と元吉家に関しては、苗木の寄進の伝承のほか、 南北朝時代の終わり頃に成立した、源の武史衆に、源の家が、欧州合戦の間の擁護のため南向きの六、諸宮社殿を北向きに改めさせたとの伝承が残っている。よって、並木に、源の寄地か、義家不死を結びつけるのは、難しいとしても、彼らが六諸宮に何らかの関わりを持っていた、可能性は十分にある。徳川家康は、 江戸幕府を開く前、関東の支配を堅固とするため両国内の有力寺社に領地の寄進を行った。六諸宮は武蔵国府の意義を背負う存在として五百国の車両の寄進を受けている。そしてさらに、家康は新たな馬場の寄進、そして1606年、慶長11年には社殿の造営を行っている。古来より武蔵国は良質の馬を賛するとされており、 武蔵国府の馬市は権威ある存在であった。家康はこの馬市で求めた馬のおかげで、大阪の役、関ヶ原の戦いともに勝利できたとして、勝利への礼として六諸宮に新たな馬場を寄進し、馬市の法を定めた。家康が馬場を寄進するまで、武蔵国府の馬場は六諸宮の境内の東西両側に所在した。家康は境内の北側に馬場を移転し、 ババの左右の土手に食事を行ったとされる。この食事は、源頼地か、吉江夫氏が行った苗木の寄進に習ったとされる。このババの左右がどこの左右を指すのかは、はっきりしない。また、1604年、慶長9年に、公衆街道が開通したことにより、元々のババに街道が横断し馬場として役立たなく、なったため、ババの移転が行われたという説がある。 ただ、家康が、馬場の左右の土手に食事を行ったとの話は、六諸宮の縁切類以外には、記載がなく、確認が取れない。また、現存する六諸宮の縁切類のうち、慶長造営に一番近い時期、1624年、官営元年に六諸宮官主、猿渡り森道が書いた、六諸宮縁起、武蔵国僧者六諸宮縁起並び社でには家康が、 食事を行った話が記載されておらず、後世の1800年、完成12年に六諸宮官主猿森草が書いた、六諸宮伝記以降の演起類には記載されているという点で、家康が食事した説には疑問が残る。馬場大門への並木の食事を示す、記録のうち年月日が特定可能な最古の記録は六諸宮の二の、鳥居前に建てられた生札の文章である。 六百六十七年、漢文七年に出されたフレが、幕末まで掲示されていた。並木に関する記述の一部を、参考文献から引用する。上一六初代明神境内の畜牧乱に、深橋祭の並びばばの土手に、諸の苗木抜き捨てへから去ること、中略右の上、箇所を守るこの胸位牌の俗おなりの物固め、曲寺社なり漢文七年四月二十日。 武行現代語訳も合わせて引用する。上一六書明神経代の畜牧を勝手に、伐採しないこと、また馬場の土手に植えた苗木を抜き捨てないこと、中略右の過剰を守りなさい。これに違反するものがあれば、罪になる漢文七年四月二十日、武行1646年、昭法三年、六書宮は大化に見舞われ、建物、古記録のほとんどが失われた。そして、 1667年に江戸幕府による復興造営と並木の食継ぎが春行したのである。生殺の触れは春行時に出された触れである。以上の記録により樹種は不明ではあるものの、少なくとも1667年には馬止めの土手に苗木が植栽されていたことがわかる。1982年1月、当時一番の古木と見られていた立枯れの毛を伐採し、 1982年3月にかけて、東京農工大学の中村和也らが、標本の永久保存処理とともに、樹齢の鑑定を行った。この古木は前述の源のより地家、吉家の寄進と伝わる欅であり、大国魂神社の御神木の一つである。古木の太さ、周囲の記録を紐解くと1815年に6.4メートル、1913年に8.3メートル。 1942年に9.1メートルであった。1942年以降は腰しや痩せ細ったため、伐採された1982年には太さ6.0メートルになっていた。古木の内部には、普及による大規模な空洞が発生し、年輪の数え上げだけでは、正確な樹齢を鑑定できない状態であった。樹齢の推定はこの古木の残存部分により、行われた。 中村らは、材が半径方向に厚さ 56cm と一番多く残っていた V 第1の測定 V と材が半径方向に厚さ 18cm 隙間 22cm 隙間 8cm の寸法で2番目に多く残っていた V 第2の測定 V の年輪を数え、樹齢を推定した。結果、第1の測定 V からは480年。 第二の測定部位からは689年という推定樹齢を得た。以上の結果から中村らはこの立ち枯れの毛ヤきの樹齢を600年以上と推定している。また、毛ヤきは長い樹齢の中で成長不良を起こす可能性があり、成長不良を考慮すればこの古木の樹齢は900年上としても差し支えないと意見している。この節では、ババダイモンの並木について、 はっきりとした記録の残る江戸時代からの歴史を述べる。1678年、遠方六年、府中周辺で大々的に検知が行われた。この検知を遠方検知と呼び、六所ぐるの車両を検知した記録が、六所大民診領後検知水町として残されている。馬場大門は、この水町の五冊目の高貝、国高に含まない土地の項目に記載されている。 記載を参考文献により引用する。この検知は、漢文の造営から7年後に行われたため、漢文の造営完成後の姿を記録していると考えられる。馬場中道町345県、南町並より、北一の鳥居まで、横南町間二次島二尺中北とも、に五県二尺津の西馬場町268県、南馬と目土手より、 北土手まで、横南中京西島五尺津の北島土手高平均三尺五寸、東馬場町二百八十軒南馬止め土手より、北土手まで、横南中北とも、二六軒津の土手高平均五尺。馬場中道、大門、西馬場、東馬場の長さは、それぞれ三百四十五軒イコール六百二十一メートル。 268件イコール482.4メートル、280件イコール504メートルと一定ではなく、幅もそれぞれの筋で南側、中側、北側で差がある。また、西馬場、東馬場には南北に土手が、さらに南端には、馬止め土手が存在する。土手の高さは、西馬場三尺五寸イコール1.06メートルに、対し、 東馬場500イコール1.52メートルで、東馬場の方が高い土手を持つ。土手は、馬場の柵の代わりを務めていたと考えられており、実際、土手には、拉致、柵がなかったと、村尾正清が、下両機構で記している。西馬場の方が短いのは1744年まで、西馬場の南端に、全明治が立地していたためと考えられている。2007年現在、 ババダイモンの欅並木は、ババ中道に沿って2列で存在するが、過去には、西ババ、東ババの外側にも並木が存在し、計4列で並木を構成していたとの説がある。江戸時代後期の基本文献とされる、新編武蔵フード機構の挿絵には4列の並木を持った、ババダイモンが描かれている。さらに、新編武蔵フード機構の調査に関わった、上田武志信が記した、 武蔵名勝図の挿絵も同様に四列の並木が描かれている。しかし、地元の資料では、1870年に写されたとされる、慶長経大図の写しに、東馬場、西馬場の内側、外側土手四列に土手並木と記載されている外、その他地元の資料には四列の並木は登場しない。1876年生まれで、馬場大門の欅並木沿いに住んでいた。 梶川カ三の記憶に基づき1970年頃に描かれた記憶図では、西馬場、東馬場の外側の土手に背の低い樹木が植えられている。梶川カ三は、外側の土手の並木は明治になってから府中町が植えた、桜で折られたり抜かれたりして亡くなってしまったと証言している。この証言が正しいとすると、並木が4列ではなかった可能性がある。 ババダイモンの欅キ並木が2列だったのか4列だったのか、ババダイモンの欅キ並木に関わる基礎的な事柄さえも確証がなく謎のままとなっている。また、梶川カ三は、ババダイモンの3筋の道は、くぼんでじめじめしていたとも証言しているが、このくぼみと土手がいつ頃なくなったのかも明らかになっていない。江戸時代初期から中期にかけて、東ババ、西ババの馬市は、 江戸幕府の保護下にあった。毎年の馬市のたびに、幕府は、大馬や方の役人を府中に派遣し馬を買い上げた。この恒例行事を、府中大馬を買い上げのぎと呼ぶ。幕府の保護のもと、大名、旗本、御家人が、盛んに、府中馬市へ馬を求めたという。この馬場の状況が1722年、教皇7年に一変する。1722年、 大馬を買い上げの儀は、江戸城西の丸化で開催されることになり、府中馬市への幕府の保護が終焉した。平和になり、群馬の需要が落ち込んだこと、江戸の都市化が進み浅草や部のうち麻布十番に馬市が立ったため、府中まで出向いて馬を購入する意義が失われたことが背景にあると考えられている。その後有志の申し合わせにより、1859年、 安政5年までに3度の馬市再興が試みられたが、1859年以降、馬市が立つことはなくなった。馬市が立たなくなると、馬場は馬市以外の用途に利用されるようになった。六諸宮官主、猿渡森房が記した1804年、文化元年の日記には、府中新宿の名主富八が商売のために所望した、東馬場の東角を借地した記録が残っている。 民八は六諸宮に対し、甲州街道は混み合っているが、馬場尻は無用の土地なので拝借したい、医薬と頼んでいる。また、この日記に描かれた地図を見ると、東馬場の東南閣がゴミ捨て場溶かしていることが読み取れる。また、行事等に供するための馬場の短期借用も何度か行われている。1848年、高下5年には、相撲工業の期間、 小屋掛けの土地として、馬場を貸し出している。また、1847年にも、馬場すぐ横に所在した、商明寺のために、東西の馬場を貸し出している。江戸時代が終わり、明治時代になると、馬場は大門と共に、新たな幹線道路としての性格を持ち始める。もともと、府中付近の人の流れは、甲州街道沿いにあり、六諸宮の付近は一番賑やかであった。 公州街道分館のベーズには、六諸宮から馬場大門を北上し、一の鳥居を越えると、その先は細い野道が続く様が描かれている。1889年に、神武鉄道が開通し、国分寺駅が開設されると、人の流れが国分寺駅へ向くようになる。先立つ1871年、明治新政府の指導により馬場大門は新政府に上地され、 国有地となった。以降、馬場大門は、並木のある行動としての性質を強めてゆく。府中から国分寺駅へ向かう道には当初、東馬場が当てられた。西馬場は、並木の根の張り出しが多く使用されなかったと伝わる。後に、馬場中道、大門のくぼみが埋められ、馬場大門は、乗り合い馬車の通れる、幹線道となった。1916年、京王電気軌道が、 ババ大門のすぐ東側まで開通し、府中駅が開設され、1920年には、ババ大門を含む国分寺駅へ通じる道が、東京都道8 5号府中国分寺停車乗船、現在の東京都道133号、小川山中線）に指定された。明治の廃仏毀釈の後、20世紀に入ると、名所旧跡を保存すべきという国家的機運が高まり、1913年に、 設立された府中町青年会は、武蔵国不明赤市の観光を事業として掲げ、名所旧跡の保存と府中町とその周辺を世に広める努力を行った。武蔵国不明赤市は1916年に観光された。また、同じ1916年、国民新聞市場で行われた理想的公害生活地の募集の際に町民挙げての投票活動により、 1>, 1位を獲得している。国民新聞に掲載された府中町の紹介で、欅キ並木に関して、府中の町の誇りとすべき、荒野に叫ぶ巨人と形容している。これら活動熱が高まる中、1924年、馬場大門欅並木が日本政府から天然記念物に指定された。しかし、馬場大門が欅キ並木として賑やかになるにつれ、 市中の開発による弊害が出るようになる。1928年、京王電機軌道は、新宿大岩家駅東八王子駅間の直通運転を開始する。この直通運転開始により、馬場大門の欅並木が踏切で分断された。しかし、この分断を問題視する当時の意見は記録として残されていない。馬場大門のケ並木の保護を訴えた人物として、 うつき一郎が挙げられる。うつきは東京日日新聞の記者で昭和初期に府中に在住する。うつきは1936年、ケヤキ並木会という区会を定期的に開催するようになる。そして1942年に欅並木の調査報告書を作成し、トラックの往来をすぐにやめ、早急に並木を保護せよと訴えた。1946年には、 欅並木会を改組し、欅並木の保護に賛同する会員を集めるようになる。はじめは、目的のはっきりしないところがあった、欅並木会だが、ほどなくして、都市計画道路の路線変更談話を行った。この都市計画道路が完成すると、またもや並木が分断されてしまうという主張を展開したのである。結果的には、この主張は認められず、 1956年に、甲州街道のバイパス、国道20号が開通し、欅並木がまたしても分断されることになった。欅並木会には、道路推進派の府中町関係者も参加しており、この関係者らは、単眼に署名しなかった。しかし、この府中町とのつながりが、行政による積極的保護に続いていく。1954年に、 姿勢志向した府中市は1956年に文化財専門委員会を発足させる。この文化財専門委員会に欅並木会のメンバーが合流する。うつきのほか、疎開後府中市に在住していた植物学者大賀一郎など欅並木会のメンバーが数多く委員に就任した。そして文化財専門委員会の第1回の議題として、 ババダイモンの欅並木が取り上げられたのである。しかし、高度経済成長期には、街中の欅並木は日陰になって、暗い落ち葉の清掃が手間など、欅並木の保護に否定的な意見もあった。例えば、1960年には、邪魔な天然記念物という題で、街中で人に迷惑をかける、天然記念物など不要との当初が、週刊文春に掲載されている。 これら否定的な意見は時代の流れとともに小さくなり、1974年の市政世論調査では92%の市民が並木の積極保存を望んでいるとの結果を得ている。しかし、宇津木正一郎が訴えたトラックや都市計画道路の問題は現代でも欅キ並木の保護と交通政策との兼ね合いの問題として解決していないと言える。 1970年代になると、日本経済の発展により、府中市の人口が増加し、府中駅前の再開発の必要性が議論されるようになった。1975年には、馬場大門の南西端部が拡幅され、西馬場が90メートル延長された。延長部分には、ケヤキが植樹され、西側の並木が大国魂神社前まで到達する。1982年には、 府中駅南口市街地再開発事業計画が決定される。1993年には京王帝都電鉄が高架化され、1928年以来、馬場大門を分断していた踏切が解消された。そして、1996年、再開発事業に基づき伊勢丹府中店等が開店すると同時に、馬場大門の南東端部が拡幅され、二列の並木が 大国魂神社前に到達した。再開発計画は、建物の欅並木側を干渉地帯とする旨を定めており、近い将来、馬場大門のケヤキ並木周辺にはゆったりとした空間が確保される予定である。2006年現在、府中市は市民の共有財産として欅並木を管理、保存する方針を固めており、市民が自ら保存管理に参画できるような、 仕組み作りを目指している。ケヤキネサイ一面にヘデラ類が植栽されているが、これがケヤキエに必要な水分浸透を阻害していることがわかった。このために一部から除去を行いどのような植生が適しているかの作業が行われている。府中市は周辺の建築物によって生育を妨げ、根への阻害や損傷が起きているとし、周辺建築物のセットバックや 樹木への日当たりなど、ルール作りが必要としている。また、良好な景観形成を重視した美しい風格の、ある町づくりの実現欅の保護などのために、欅並木通りの車両交通規制を実施している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。